ななぬき。あー！どひゃー！どうだ、妖怪の力をなめるなよ。思い知ったか。思い知ったか。ルッペフハイ。ねえ、別になめてないのに。頭の皿を灰皿と間違えてタバコ押し付けたのは謝ったじゃん。じゃあほら、お詫びに皿に水もあげるよ。いや、ストロングセブン。水じゃなくてストロングセブンだよこれ。お酒を水って言い始めたらいよいよだぞ。っていうか何本持ってんの。これがうまいんだよ。オレンジジュースみたいになっちゃってさ。いや、勝慎太郎の記者会見。それお前、記者に酒をやめたのか聞かれて、ビールがうまいんだよ、オレンジジュースみたいになっちゃってさって答えた勝慎太郎の記者会見のセリフだ。やっぱりお前、妖怪様を舐めてるだろ。舐めてないよ。ほら、もう一回謝るから、ごめん。いや、本来の舐めるの使い方。舐めてないよ。眠ったんだよ。やっぱり舐めてるよこいつ。おいら悔しいよ。おい、からかさ小僧も黙ってないで何か言ってやってくれよ。よし、僕が仇を打ってやる。完璧に勝てる必殺技があるんだ。完璧に勝てる必殺技？そう、そのためには僕にカッパとヌッペフホフが合体する必要があるんだよ。からかさ小僧とオイラとヌッペフホフが合体、どういうことよ。簡単な謎解きだよ。謎解き？いいかい。例えばタラコとカバは宝箱になります。じゃあカラカサ小僧とカッパとヌッペフホフは何になる？カラカサ小僧とカッパとヌッペフホフ、いやわからないな。正解は完璧に勝てる必殺技になるんだよ。完璧に勝てる必殺技。なんでなんで。タラコとカバは宝箱になるって言ったろ。タラコとカバを交互に一文字ずつ並べると、え、タ、お、カ、ほう、ラ、ほう、バ、ほう、コ、宝箱。はあ、なるほどな。だからカラカサ小僧とカッパとヌッペフホフが合体するとカ、カ、ラ、いや、カカラッカパサヌコッゾペウーホフ。どこが完璧に勝てる必殺技だ。待て待て待て、お前は交互に並べたらカカラッカパサヌコッゾペウーホフだよ。謎解きが破綻してるぞ。問題が間違えてるか。間違えてるよ。ごめん、じゃあ2問目いかして。2問目。ゾウ、ライオン、猫、動物たちの尻尾を取り出すと何になる。尻尾、いやちょっとわからないわ。正解はお前が好きな食べ物、キュウリだよ。キュウリ、なんでなんで。これ動物たちの尻尾を取り出すっていうのは、動物たちの名前の最後の文字だけを取り出すっていうことなんだよ。なるほどな。だから俺が好きな食べ物でゾウだから、いや、うんこ。おい、うんこじゃねえか。待て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 、お前は。ゾウ、ライオン、猫の尻尾はうんこなのだ。誰が好きな食べ物がうんこだ。ねえ、そろそろ行っていい？これからパチンコで忙しいんだよ。あ、ちょっと待って、今妖怪の力見せつけるから。いいよ、うんこ食べる加藤妖怪の相手してる暇ないよ。いや、それは違うんだよ。あと誰が加藤妖怪だ。オイラは高等妖怪だよ。もう怒ったぞ。シリコ玉を抜いてやる。そりゃそりゃ。ちょっとくすぐたい、やめて。ほら、高等だろ。シリコ玉抜かれたら死んじゃうんだよ。くすぐった。ほら、動いたらシリコ玉抜けないからじっとして。ほら、それそれ、ちょっと、ダメ、ダメ、それそれ、おい。エビスくん、何してるの？アベンザーちゃん、これは違うんだ。エビスくんのド変態。ド変態？悪くないね。大丈夫？ねえ、おい、おいって。おいおい、妖怪のくせに神に手出しやがったな、この野郎。いや、違うんです。そんなつもりはさらさらなくて、さらだけに、あ、カッパだけに。あ、お前は、クックック、ついにお出ましか、神のヤクザ50回。お前らを呼び出すために一暴れしたんだぜ、喧嘩番長ピャッコさんよ。おお、この俺を知っとるということは、お前もしかして。いかにも、オイラは誇り高い妖怪のヤクザ、もののけ組のアフン。
いや、ずるい。神ならもっとストレートに勝負しなさいよ。ほら、このオイラのキュウリみたいに。ねえ、見て見て、このキュウリ、とてもまっすぐストレートで綺麗でしょ。好きあり。はひょーん。ふっふふ、どうやら君はオイラを本気で怒らせてしまったようだね。はあ、ぬん。あ、あれは背中が見たことある感じになってる。わちゃーわちゃーわちゃー。あふん。なかなかやるじゃないか。ただし貴様らのいる場所はすでに我々が3000年前に通過した場所だ。おお、聞いたことがある感じのセリフだ。言うタイミングおかしいけど。ふっふっふ。あれは見たことがある感じの毒の壺だ。でも今から手入れて意味あるのか。わちゃー。かゆい。毒で水かきの部分がちょっとかゆい。あふん。ほらね。ふっふっふ。俺は防御最強って言われている見たことある感じの構え。でもぶっ倒れてる。ふっふっふ。まさかこれを使う時が来るとはな。俺も見たことある。さっきから見たことあるのがいっぱい。うわーちょー。うわっ。大丈夫かい？あ、ヌッペコーラだ。なんだこれ。組長、カッパたちの妖力が消えました。おそらく神にやられたんだと思います。クククバカめ、こちらの描いた通り手を出しよったわ。神と妖怪の大戦争じゃ。こうして人間を巻き込んだ神々と妖怪の大戦争が今始まる。それもまたラッキー。七ラキ七ラキ。ご利益はあんだかねんだか知らねえが再戦。チャリンを縁談させん。こんなもんじゃ幸せになろうとしちゃって。軽々しく奇跡と呼びたくなるような、あの偶然も誰かの解体だ。何のためやめろよ、やめたけりゃ立てやすい今日に俺ら命かけたい。一部始終記録しろカメラ、情けない姿も全て収めな。やったやってないの水かけ論者、最後まで折れなかった方の勝ちだ。我らジャパニーズオリジナルエイジアン、癖になるぜ今を買い得た奥さん。安心安全の国産ブラン、欲張るのまだあるよたくさん。枕のラスな、うん、タフじゃなきゃな。今和の木はまだわらわしたるわ。せいぜい100ヤツ程度のボーノ、全て満たしてきやるぜ遊ぼうよ。ラッキーボーイラッキーガー、間違えても気にすんな。恥かくのためらうな。宝船が迎えに来た、サラダガで乗り込め部屋にもうガチだ。ラッキーボーイラッキーガー、間違えても気にすんな。恥かくのためらうな。チャンネル登録よろしくお願いします。